循環論法とは循環論法の概念図。単に循環論法といっても、証明における循環論法と定義における循環論法があるとされている。証明における循環論法とは、ある命題の証明において、その命題自体を仮定した議論を用いることである。つまり、循環論法においては論証されるべきことが論証の根拠とされる語尾が犯される。 どのような形式かというと、今、命題を P と表すとして、P1、P2、Pn があるときに、P1 を証明するのに、P2 を用い、P2 を証明するのに、P3 を用い、といったように証明を進めて、Pn を証明するのに、P1 を使ってしまうような形式、論の進め方のことである。図で言えば、A の根拠として、B を用い B の根拠として、C を用い と進んで行き、E の根拠として A を用いた段階で循環論法になってしまっている。循環論法では、命題自体の絶対的な説明が一切行われないため、何の論証も行わない場合と同じことになる。したがって、説明からは何の結論も得ることができない。一つの文章の中に循環論法が含まれている場合や、 循環の鎖の個数が2から3個程度であると、比較的容易に発見できるが、数百ページにも及ぶ書物に、それが埋め込まれて、巨大な循環を作っていてそれがあるページに、収まっていなかったり、鎖の個数が多かったりすると、なかなか発見できないことがある。ただし、説明の連鎖をマクロに見ると、循環はもともと避け得ない。説明の連鎖の取りうる形としては、無限交代に陥るか、 何ら説明も根拠付けもされないドグまで終了するか、また全体として循環する構造を持つか、以外、取り得る形はないだろうと考えられている。このことはミュンヒハウゼンのトリレンマと呼ばれている。定義における循環論法とは、ある事柄の定義を与える分野、表現の中に、その事柄自体が本質的に登場していることを言う。その形式とは、今、 事柄を W と表すとし、W1、W2、WN があり、W1 の定義する文の中に、W2 が現れ、W2 の定義する文の中に、W3 が現れ、WN を定義する文の中に、W1 が現れるような形式、構造である。簡単な例を示せば、西とは、東と反対の方角であると定義しておき、かつ東について定義するとき、東とは、 西と反対の方角であると定義する。すると定義が循環する。定義が循環した場合は、定義文のみの知識では定義する。事柄の絶対的な理解ができないため、定義は不成立となる。有限の語彙の集合を用いて、語彙全体を解説しようとする辞書や百科辞典は、その構造上、定義されていない語を用いて、定義を行うか。 循環を含んだ定義を行うことが避えない。ここで挙げた東西の例のような循環の輪が狭い、場合は基地の事柄が少なくなり有用ではないが、全体として循環の輪が大きければ基地の事柄が多くなり有用となる。このように循環の輪の中に基地の事柄が一つ以上あれば循環定義であっても有用となり得る。 まず分かりやすい例から挙げると、ハムレットは名作である。なぜなら、ハムレットは素晴らしい作品だからだといった原名は、循環論法である。また、日本国憲法が、日本の法体系における、最高法規であるとする根拠が、日本国憲法第10章に記載されている事例も、循環論法である。定義における、循環論法の例を挙げる。例えば、知識とは何か に関して、古典的な認識論では、知識とは、正当づけられた真なる信念であると定義されていたことはよく知られているだが今、知識の定義として、この、正当づけられた真なる信念を採用した状態で、正当づけられたという意味あるいは定義は何ですかと問われた場合に、もしも、正当づけられたというのは、証明や証拠が知られていることだと答えてしまうと、この説明は、 循環論法に陥ってしまっていることになる。コーランこそが物事の正しさを決定する。なぜそうなのかというとそれはアラーが決めたからである。なぜアラーがそう決めたとわかるのかというとそれはコーランに書いてあるからである。といった論証がイスラム教で行われることがあるが、こうした論法もまた循環論法である。文章を書き換えると、 コーランが正しいの理由がアラーの決定でアラーの決定の理由がコーランが正しいとなり循環論法であることがわかりやすくなる。同様に神の言葉であるものはまである。聖書に書かれているのは神の言葉である。という考え方は循環論法の形を持つ。経済学関連ではしばしば様々な説や理論が循環論法に陥っていると指摘されている。 例えば循環論法に陥っていた有名な事例としてマルクスの主張した労働価値説がある。この説が循環論法に陥っているという問題点はベームバベルクによって指摘された。具体的に言うとマルクスは資本論の第一巻で商品の価格は10日労働量で定まると主張していたのだが同書の第3巻1から3編では商品価格は 商品の生産コストである費用価格に平均利潤を加えた生産価格で決まると主張しており循環論法に陥っていた。ベームバベルクは単純労働と専門的労働の双方に必要とされる平均労働時間と商品価値がどのような関係にあるかを研究していたのだが、その中でマルクスの主張した労働価値説が 循環論法に陥っていることに気づき、論文、マルクスとその体系の集結において、それを指摘したのであった。また、ケインズの利子論について、将来における利子率の上昇や低下の予想が、現在の利子率を決めるという循環論法に陥っている可能性があるといったことをロバートソンは述べた。グローバル経済でドルが、 基軸通貨として使われていることに関して、人々がドルを貿易などに使うのは、ドルで、米国のものを買うためではなく、取引相手がドルなら受け取るからという理由からであり、他国がドルを基軸として使うから、自国もドルを基軸として使う、という循環論法によっていると言われることもある。ありがとうございます。